こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、区分所有法における区分建物の占有面積の計算の仕方について解説いたします。まあ、これ難しくありません。もう覚えていただくだけなので、ちょっと言葉ですね、覚えていただいて、まあ、それぞれどの法律で使われるのか、どういった時に使われるのか、というところを押さえていただければと思います。この区分建物の占有面積っていうのは、まあ、マンションの各部屋の面積、床面積と考えてください。で、これには計算方法が2つあるんですね。で、今回その2つをお伝えしていこうと思うんですけども、その前に1つキーワードとなってくる言葉があります。それは、水平投射面積という言葉なんですね。これはどういった面積かというと、各部屋を上から見た時の面積なんですね。まあ、天井から見た時っていったイメージです。上から見た時の面積なんですね、上から。で、今からお伝えをする2つの面積、壁心面積と内乗り面積、2つあるんですけども、どちらも水平投射面積、つまり上から見た時の面積なんですね。ただし、2つ違いがあります。壁心面積っていうのは、こう壁がありますよね。マンションだと壁の厚みがあります。コンクリート部分っていうのかな。厚みがあります。その壁のこの厚みの真ん中。真ん中を基準にして、真ん中を結んだ線の内側の面積。これが壁心面積なんですね。で、一方で、内乗り面積。まあ、内方って書くんですけども、読み方は内乗りですね。内乗り面積。これっていうのは、もう見えてるところです。壁の中側。壁の中心ではないです。こっちは壁の中心だから、見えないところなんですよ。こういったこれの壁ありますよね。壁の中のこの壁の厚みがあって、その中心から測ってるんですけども、こっちはもう壁の内側だから見えるところです。こう見えるところをこうメジャーとかでバーって測っていただくと計算できるんですけども、これが内乗り面積なんですね。壁の内側の面積。見えているところの面積ということです。このように違いがあるということです。こう考えてみると、壁心面積のが大きくなるのは分かりますよね。壁の内側、壁の厚みの中心で計算をしているから、壁の部分も含んだ面積になってくるっていう話なんですよ。つまり壁の一部も含まれてきてるんですね、面積の中に。だから大きくなるんです。で、一方で内乗り面積の方がちっちゃくなります。で、どのような使い方をするかというと、パンフレットとか広告、については、こっちの壁心面積を使う場合が多いです。別にこちらを使ってもいいんですけども、こっち使った方が大きく見えるじゃないですか。数字上は。で、別にこっちを使っても法律違反ではないので、まあ、こっちを使う場合が多いです。で、一方で、区分所有法だったり、不動産登記法では、内乗り面積、こっちを使ってくるんですね。なので、今お伝えをしている区分所有法の中で、占有面積、占有部分の面積という言葉が出てきたら、あ、こっちを指しているんだなと考えていただければと思います。実際不動産を所有している方だと知っている方いると思うんですけども、実際にパンフレットで記載されている面積と、登記簿上に記載されている面積と比べたら、あれ違うじゃないか、こっちの方がちっちゃいじゃないのかって思われるかもしれないんですけども、このように計算の仕方が違うことによって差が生じてきているんだという話です。まあ、内容的には難しくないと思いますんで、そのまま覚えていただければと思います。まあ、内容的には難しくありませんので、まあ、何回か見ていただいたら覚えられるんじゃないのかなと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。